日常運動の食歌日記へようこそ。さて本日の歌はこちら。ではごゆっくりお楽しみください。こちらタヌキじゃなくてケロッグのポップコーングラノラを食べたいと思います。なんかポップコーンとグラノーラ、どちらも食感がある硬めのものというイメージしかないんです。それが合わさって素敵するんですね。どんな味なのかこれは気になりますね。それではチャンネル登録よろしくお願いします。はい、中身はこんな風になってます。映画館でよく見るキャラメル味のフレーバーですね。いや映画館だけじゃないか。ではいただきます。はい、とってもザクザクプチプチで美味しいです。こういうのいいですね。普段の味わいとはまた違った顔が見られるというのもこうしたコラボの醍醐味ですね。でキャラメルもちょうどいい感じに甘みと苦みを出していて、それがまたいい。もっといろんなフレーバーを食べたくなるようなそんなシリアルですね。どうか出してください。よろしくお願いします。グラノーラがザクザクしているのはもちろんなんですけど、そこにポップコーンのコリコリとしたっていうかプチプチとしたというか、そういう食感が入ることによって、ただのザクザクのグラノーラとはまた違った美味しさがあって、とっても美味しかったです。キャラメル味というのも程よい甘さが出ていて良かったですね。なんかポップコーンだけともグラノーラともだけとも違う、また独特の美味しさがあって良かったと思いますので、これはこちらの点数とさせていただきます。はい、それでは林間学校ロケット見ても驚くよ、まあそれは驚くと思いますが、ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演武終演、お楽しみいただけましたが、もしそうでしたらチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。ではまた次回の演目でお会いしましょう。